ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は木津川市国見台にございますレオパレスセジュールにお邪魔しております。こちら家具家電付きの物件となっております。初期費用をぐっと抑えたい方にはぜひねお勧めさせていただける間取りとなります。ではこちらの玄関からご紹介いたします。玄関の方ですね、入りましたらこちらの方にシューズボックスが備え付けとなります。廊下部分の方にはキッチン周りがございまして、2口の IH コンロがついたキッチンとなっております。上位の収納もございまして、その隣の方には2ドアタイプの冷蔵庫と電子レンジがあらかじめ備え付けとなった嬉しい物件ですね。そしてこちらが、洗濯機となります。で右手の方には洗面スペースとお風呂が一緒になった浴室がございます。上の方には浴室乾燥もございまして、こちらのリモコンでしっかりと調節していただけます。また反対側の方にはウォシュレット付きの綺麗なお手洗いもございます。そして、今回のお部屋がこちらとなります。でまずですね、セキュリティ面としまして、こちらインターホンがモニター付きのインターホンが付いておりますので、訪問者の、ね、方を顔をバッチリ確認してご対応していただけます。お部屋の方にはこのような机と椅子であったり、まあ、こういった、ね、全身の姿見、またテレビなんかもね、あらかじめ備え付けとなります。収納スペースもね、大変充実しておりまして、クローゼット収納がこちらにはございます。ハンガーパイプもね、しっかりと通っております。またベッドがですね、こちらにはございますが、下の方がにね、またお荷物入れていただけるようになります。また天井でしたり、テレビの上のね、こういった物置棚もね、非常にいいポイントですね。またエアコンと照明の方もあらかじめついておりますので、本当に初期費用がかなり抑えられるおすすめの物件ですね。で、お洗濯物ですね、こちらの方に。この干し竿をかけていただけるようになっております。周辺の方もね、非常に閑静な住宅地となっております。静かな環境の、高立地な物件となっております。詳しい情報は賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。